お客はええ感じにほころんでくれましたな。うちがもっと精進すればプロデューサーはんも。今日言葉ではんなり言うんはな、花ありいう意味らしいどす。花のある暮らしがはんなりなんやな。ステージに咲く花一輪、うちらアイドルもはんなりさせられてますやろか。最初から綺麗な綺麗な桜色やのうても、ちゃんと手をかけて育ててもらえればこんな風に咲きますえ。プロデューサーはんがおったら枯れることもあらしまへん。いやー、えらい盛り上がりましたなプロデューサーはん。うちのライブも今日の三大祭りに負けへんよ。あっちもこっちも傘の花が満開や。うちのパフォーマンス気に入ってもらえたんやな。アイドル冥利につきますわ。なあプロデューサーはん、季節って移ろいゆくもんですやろ。けどな、その中で変わらへんもんもあって、うちの感謝の気持ちは色あせることあらしまへん。この傘のようにずーっと咲いたままステージで回り続けますえ。プロデューサーはん、風変わりな桜堪能してくれはりました。ほんなら今から桜吹雪へ身をさらしに行きまひょか。死のつく雨はかなわへんけど、花びらの雨はええもんやな。うちら二人とも桜まみれや。この花びら、まるでステージで浴びる歓声みたいやな。一つ一つ舞い降りてきて、うちを元気づけてくれて。プロデューサーはん、これを身にまといながら歌うことできひんやろか。どんな一長らよりきらびやかな桜の衣装、くるくる回せるには、そうや、傘、和傘を使うてみたらどうですやろ。丁寧にすいた和紙を紅に染め上げた京和傘、うちが回すと天蓋も舞台も回り始めて、まるで万華鏡みたいにうちとみんなの心が混ざって咲き乱れるアイドルの絵巻物。ステージの上にきっと描いてみせますえ。見てておくれやす、プロデューサーはん。うちらの夢舞台の幕が上がるんはこれからどす。